中学生ユニバーサルスクエア。宿題はどうした？あら、おかえり。なにバカだ。わーい、ももちにもやってあげようか。すごい、なにこれ、すごい。エロビ見ようぜ。今日母ちゃんいるから無理。大丈夫だよ。何、好きな芸能人誰？おっぱい揺れないかなって思って。なるほど、見せてやろう、究極の玉塗りってやつをな。いくぞ。中学生ユニバーサルスクエア。片桐仁です。今回は中学生ユニバーサルスコヤカの中で、中学生パラレルというですね、パラレルワールドのもともとあった中学生じゃないけど同じようなことが行われている星の住人アペピロシを演じました片桐でございます。ここはですね、前作の中学生と平行宇宙といいますかね、そこで、全員もじゃもじゃふわふわでメガネのこう成人がいて、そこでほぼ同じようなことを行われているんですけど、声が僕と、まあ、もちろん中学生パラレルの住人は僕しかいないので、僕が一人でやるというね、なかなかエキサイティングな体験だったと思うんですけどね。全く同じことをやってるんだけどちょっと変えてあったりっていう、こういろいろ何回も見て楽しむものになっておりますんで、ぜひ購入してください。以上です。アモです。アヤモです。二人合わせてアモヤモです。二人でももちもちっていう、あの女子高生のキャラクターの顔もない、そうそう顔もないし二人とも同じ格好してるっていうゆるい、まあ、設定の女子高生のキャラクターをやらせていただいてるんですけど、まあね、なんか女子のリアルな空気感が出せてたらいいなって、ね、ガールズトークだったね。そうそうそう、ちょっと不思議なガールズトークだったかな。それでは中学生ユニバーサルスコヤカをお楽しみください。こんにちは、蝶野正弘です。中学生、さらにパワーアップという待望の第2弾が出ました。自分もこの中学生にどれだけついていけるのか心配です。それぐらい、パワーアップしてるんでね、皆さんもぜひご覧になって笑いを楽しんでいただきたいと思ってます。中学生ブラックアイアンチョンガッテン。それでは中学生ユニバーサルスクエアかお楽しみください。